セイントセイヤサンクチュアリ12級編。
88の繊維との最高位であり、宇宙開闢に匹敵する超絶的な力を自在に操る至高の12人ゴールドセイント。彼ら同士が戦えばお互いに消滅するか永久に勝負のつかないワンサウザンドウォーになると言われている。聖夜たちを送り出したムーは自分に向けて発せられる攻撃的コスモを感じ取り、それは紛れもなくゴールドセイントのものだった。黄金対黄金、そこには破滅しか生まれないというのに。異常の刺客ムー対デスマスク。ブロンズセイントたちよ、決して楽な道ではありませんが、私は期待してますからね。ところで、いつまでそこで隠れているつもりですか？デスマスク、あなたのコスモは分かりやすいのです。ある種の色に染まっていますから。言ってくれるぜ。それよりブロンズどものことを説明しろよ。ことと次第によっちゃ分かってるよな。だんまりを決め込む気か。だがなムーよ、お前も随分無駄なことをしたよな。奴らのクロスを直そうが直すまいが。俺たちゴールドセイントが待ち受ける12級、奴らが抜けることなど到底不可能。お前は随分と人の悪い奴だってことだ。死なせるためにクロスを直したんだからよ。それは分かりませんよ、デスマスク。彼らは私たちが失いかけているものを持っているようですから。何わけわかんねえことを言ってやがる。いずれにせよムーよ、お前がしでかしたことは問題だよな。教皇に対して申し開きのしようがない明白な反逆行為だ。死して償えムー、喰らえ赤色冥界派。クリスタルオーン。デスマスク、あなたはどうしても私を処罰したいようです。ようやく察したなムー。常々俺はこういう機会を待っていたんだ。わかりました。あなたの気が済むまでお相手をして差し上げましょう。どこまでも俺を見下しやがって。貴様のそのお高く止まった面、巨階級に飾ってやるぜ。行くぞ。デスマスク、もうよしましょう。我々はお互いゴールドセイント。これ以上の戦いは無意味です。ああそうだな、確かに無意味だな。小手先の技の応酬ばかりじゃな。つまりこういうことだ。お前を葬ろうとする俺の覚悟が全然足らなかったということだよな。ああ、やってやるぜ。やってやるとも。デスマスク、まさかワンサウザンドウォーをも辞さぬ覚悟で。ならば私も引くわけに。行くぞムー、覚悟はできたか。
相手はここまでだ。決着をつけたいところだったが、俺の急に客が来たようだ。もう気はお済みということなのでしょうか、デスマス。ふん、好きに言ってろ。お前を処分するのはブロンズどもを始末した後だ。俺が戻ってくるまでせいぜい覚悟を済ませておくことだな。お好きなように。どうやら彼らは無事に進んでいるようですね。巨階級も無事に通れればよいのですか。巨階級を主流に任せた聖夜はレオのゴールドセインとアイオリアが守るはずの四死球へと突入する。だが現れたのはそこにいるはずもないあのセイントだった。地獄の炎のように燃える剣が戸惑う聖夜めがけて襲いかかった。四死球に待つ不死鳥。お前は一騎フェニックス一騎、どうしてお前がここに。そんなことはどうでもいい。一騎、一体何を。問答無用。この四死球はたとえ誰であろうとも通さ。行くぞセイヤアイオリア。の一騎は洗脳された状態らしい。おそらく教皇の元老魔王権によってな。そして元老魔王権から解放されるには目の前で人が一人死ななければならん。なんだって、教皇のやつめ、なんて恐ろしいことを。邪魔をするな、ユリア。仕方あるまい。許せ、一騎。ライトニング、待ってくれアイオリア。俺が知っている一騎はみすみす洗脳されちまうやつじゃない。だがセイヤ、もし本当に洗脳されているんならこの俺が一騎の目を覚ましてやるぜ。バカめ、返り討ちにしてくれるわ。俺の身に何が起こったというのだ。兄さん、一騎。瞬間、心配するな、別に何も起こっちゃいない。よかった、元の一騎に戻ったようだな。俺は確か教皇のところで。聖夜、どうやら俺はお前に随分とみっともないところを見せちまったようだな。いいんだ一騎、訳はすべてアイオリアから聞いている。一騎を倒した聖夜も大したものだが、教皇の元老魔王権の洗脳を打ち破るとは、この男の精神力は計り知れん。だが洗脳されたのは事実。この一騎まだまだということか。気にするなよ。それより時間がない、次の処女宮へ向かうぜ。一騎、もちろんお前も一緒に来るだろう。いいや、俺は俺で動かせてもらう。そうか、残念だな。じゃあ
俺たちは先に行かせてもらうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。次の処女級のゴールドセイント、シャカの目を開かせるな。シャカの目が開かれたとき、その場にいるすべてのものは生き絶えるのだ。人馬宮への道を走る聖夜たちは、空から落ちた一筋の流星が目の前の人馬宮に消えるのを見る。それはアテナが密かにサンクチュアリに持ち込んだサジタリアスのゴールドクロスであった。かつてそのクロスをまといアテナを救ったゴールドセイント、アイオロス。死してなお彼の思念はクロスに宿り、自らのクロスと思いを継ぐものを探し続けているのかもしれない。アイオロスからの試練。これはサジタリアスのゴールドクロスだ。サジタリアスのクロスが聖夜の体に。どういうことなんだこれは。一体何が起こっているんだ。俺にもわからない。だけど何か大きなコスモがこの場に吹き出そうとしている。みんなあれを見て。サジタリアスのセイントがもう一人。まさか暗黒セイント。いや違う、俺にはわかる。暗黒セイントなんかじゃない。あれは、あのコスモは俺自身だ。本当なのかセイヤ。ああ、自分のコスモだ。間違えるはずがない。セイヤ、あれはおそらくお前自身の影だ。ゴールドクロスの後継者たる聖夜に対するアイオロスからの試練なのだろう。油断しちゃダメだよ。あれが聖夜自身だというのなら、おそらくは相当に手強いはず。心配するなよみんな。アイオロスからの試練、きっちりこなしてやるぜ。セイヤ、大丈夫？なんとかな。しかし、自分自身が相手というのは、さすがにあんまりいい気分じゃないな。ありゃりゃ、クロスが勝手に外れちまったぞ。このままサジタリアスのクロスで、強行のままで行ってやろうと思ったのに。それにしても変だよね。どうしてクロスが外れちゃったんだろう。きっと当面の役目を果たしたからだろうな。クロス、何をしようとしているんだ。一体何を。壁の下に何かあるぞ。なんだあれは。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだな。氷河。よかった、無事に天下月を抜けてきたんだ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロス。アイオロスは俺たちが来ることをずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを
永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。神話の時代よりバイブラのゴールドセイントはセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われている。それは本来素手で戦うセイントがライブラのクロスを武器として使うにはライブラのセイントに認められなければならないことから来ていた。天秤宮で檻の棺に閉じ込められ仮死状態となっているヒョウガ、聖夜たちは今こそライブラのクロスを必要としていた。ライブラを身につける者、まだかすかに氷河のコスモを感じる。だがどうやったらこの氷の棺を。これはライブラのクロス。なぜこのサンクチュアリに。シリュウ、もしや老師が俺たちのために力を貸してくれたんじゃないか。これで氷河も助かるかもしれないぜ。みんなちょっと待って、コスモの高まりがまだ続いてるんだ。ライブラのクロスが消えた。そんなバカな。巨大なコスモがこの天秤宮に。ライブラのクロスはここにある。そのクロスは老師のもの。一体何者だ。俺か。そうだな、イニシエのセイントとでも名乗っておこうか。この男、なぜだか一片の悪意すらも感じない。それどころか、ドラゴンのシリュウ、友を救うために必要なのだろう、このライブラのクロスも。とはいえ簡単にはこのライブラのクロスは使わせてやれんぞ。このクロスを扱う資格があるか否かを確かめねばならん。わしとこのライブラのクロスがな。どうだ、試してみるか、シリュウよ。望むところ、このシリュウ、クロスを扱うに足るものだと証明してみせる。いや、証明する。氷河を救い出すために必ず。行くぞ、ドラゴンシリュウ、お前の覚悟見せてもらうぞ。ロザン、アグリマー、行くぞ。ドラゴン最大の奥義、ロザン勝利アハ。シリュウ、お前も随分成長したものだな。まだまだ不安定な部分も多いが、お前の心に揺らぎはない。どうやらライブラのクロスを扱う資格はあるよ。さらばだ、ドラゴンシリュウ。その心忘れるでないぞ。待ってください。シリュウ、
古のセイント、彼からは老子と同じコスモを感じた気がする。おい、シリュウ、早くしないと氷河が。そうだな、氷河を救い出そう。まずはこの中から一つだけ氷を砕くのに適した武器を選ばなければならない。ライブラのクロスは星をも砕くと言われるゴールドセイントの武器。間違った武器を選んでしまったなら、氷の棺どころか中にいる氷河さえも粉々に砕いてしまうからな。よし、これを使わせていただきます。ロシ、このソード、今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇れ、白鳥よ。氷河、しっかりして、氷河。体が氷のように冷たい、心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。分かった、じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に代えても必ず助けるからね、氷河。出現、新たなる球。これはどういうことだ。突然新たな球が出現したぞ。どうする、シリュウ。どんな球が出現しようとも、俺たちは前へ進むしかない。気をつけろ。新たな球が出現したということは、新たなゴールドセイントが待ち構えているはず。見ろ、セイヤ。やはりゴールドセイントが待ち構えていた。あの人はまさか、いや、そんなはずは。セイヤ、やっぱり来てしまったんだね。シャイナさん、どうしてここに。言わなきゃわからないのかい。私がここにいる理由は一つしかないだろう。なんだ、シャイナさんから感じる強大なコスモは、まさか、強行のやつめ、シャイナさんにまで元老魔王剣を。勘違いするんじゃないよ。この金色に輝くクロスを見てもなお理解できないというのか。シリュウ、ここは俺に任せてくれ。わかった、俺はシュンを連れて先に行っているぞ。シャイナさん、どういうつもりだよ。女セイントは。セイントの女には掟がある。もし自分の素顔を見られたら、私たちは選ばなくちゃならない。その相手を殺すか、一生愛し続けるのかを。セイヤ、お前は私の素顔を見ている。シャイナさん、シャイナさん、俺はなんて答えたらいいかわからない。だけど、はっきり言えるのは、ここで立ち止まることはできないってことだ。その息だよ、セイヤ。やっぱりその方がお前らしい。この悲しげなコスモは、シャイナさん。
ち止まりたくないならかかっておいで。行くよ、聖夜。サンダークロー。シャイナさん、大丈夫かい、シャイナさん。面白いことを言うね。自分でやっておいて何を。ごめんよ、だけどこうするしか。謝ることはないよ、聖夜。分かってる。お前はアテナのセイントとして正しい行いをしたんだ。シャイナさん、もう喋らないで。そんな顔するんじゃないよ。見てられないだろう。ウォールド・セイントといえど無力なものだよ。お前と戦うことになった時、すでに勝敗は決まっていたんだから。え、どういう意味だい。さあ行きな。もう立ち止まるんじゃないよ。せいや、シャイナさん、嘘だろ。シャイナさん、シャイナさん。
ついにジェミニのサガを、諸悪の根源を倒したぞ。まだ俺は死ねない。アテナの盾を、サオリさんの方にかざすまでは。ゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老法におられる老師からサンクチュアリの増強に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。まだ彼らの戦いは終わっていません。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。サオリさんは、アテナは助かったのか。だとしたら俺の役目は終わった。日時計の炎は消えた。アテナは死んだのだ。もはや私に恐れるものはない。お待ちなさい。
何？サガ、もはやあなたの敗北は明らかです。あなたも戦闘ならば潔く自らの非を認めなさい。お前たちまで、なぜだ。俺たちの命がまさに燃え尽きようとした時、アテナが再び俺たちの命の炎を燃え上がらせてくれた。セイヤ、セイヤ、聞こえるか。よくやったぞセイヤ。アテナは完全に蘇った。そうか、これがアテナの力というわけか。セイヤ、同じ時代に生まれ、同じ時を分かち合い、同じ目的のために生死をかけて一緒に戦ってきた俺のかけがえのない友達、そのコスモが俺を呼んでいる。まだ邪悪は断たれていない。そうだよな、みんな。この世界を救えるのは真に力のある者だけだ。さあ来るがいい、セイヤ。シリュウ、ジョウガ、シュン、イッキ、そしてアテナよ、もう一度だけ俺に力を貸してくれ。俺のコスモよ、セブンセンシズよ、今こそ究極まで燃え上がれ。サガよ、お前の最後だ。ペガサス水星剣。これでもう聖夜、どうしたのです。来ないのですか、サガ。さあ来なさい。今度は私が受けなければならない戦いです。あっ、待って。あなたは最初から、アテナをこんなことで私の罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。サガ、このサガ、許されるのであれば正義のために生きたかった。サガの心には強い善と悪が混在していました。ですが最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。結局この戦いで誰よりも苦しんでいたのはサガだったのかもしれません。善と悪の狭間で。セイヤ、
あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし、あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。シリュウ、ヒョウガ、シュウ、イッキ、そしてセイヤ、あなたたちが戦ったように私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。